はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はユニクロのリューソージャーライドウォッチいきたいと思います。3月21日からユニクロでね、UT2 着買うとライドウォッチプレゼントのキャンペーンやってて、まあ、さっきお店行ってきたんだけど、まあ、100から130までが店頭在庫でしたね。そう、なんか他だと150までなんか製品は作ってるって言ってたんですけど、はい、まあそれはさておき、リューソージャーのライドウォッチゲットしたんですが、雑誌とかにあるような、はい、組み立て式です。で、ちなみにね、番号が083でこのピンで、雑誌のやつと同じだね。じゃあ見ていきましょう。はい、パーツ構成は前後ろでボタンとシールです。で、あと取説が1枚。では組んでいきます。はい、電池は別売りなので LR44 2つセットして止めます。で、ボタンの天面パーツはここにセットで、シールを貼った前面パーツとこの後ろのパーツを合わせてパチンと、はい、これで完成で、ボタンはここ横が1個で、あとリセットボタンが1つ。はい、そんなわけでね、今回の動画はユニクロのリューソージャーライドウォッチでしたけれども、まあ、一つのね、時空ドライバーで、ジオー、そしてリューソージャー、2019年のヒーローが一気に、まあ、アイテムでね、コラボできるってすげえ嬉しいなっていうのもありました。で、表示がね、スーパー戦隊で SS でしたね。うん。だジオーが始まって、まだリューソージャーも企画されてたのかどうかわかんないんですけど、まあ、リューソージャーっていう名前は入ってなかったですよね。まあ、それでもまあ、スーパー戦隊って出たのは非常に嬉しいアイテムです。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。